支出の記録ですね。おすすめのアプリを教えてくださいっていうご相談ですね。まあアプリでやる場合、支出を記録するのにアプリでやる場合ということなんですけど、まあこれは当然家計簿のアプリがいいのかなと思います。マネフォワードとかですね、このあたりは僕は個人的に使っていて役に立つのでおすすめしてるんですけども、まあ見た目とか使いやすさっていうのはまあいろいろな、ものがありますので、ご自身でまず使ってみるっていうことが一番大切ですね。でやっぱり続けられることで、必ずですね、家計簿アプリはですね、もう習慣化して使えるように、スマホのトップ画面にですね、分かりやすいところに、アイコンを置いておくと。でもお金を払った都度その場で記録するぐらいの感じで、もう癖になってしまうと、まあ、当たり前に何も考えずできますので、とにかく支出の記録は継続して習慣化するっていうのが何より大事ですね。ウォーキングストリートアンヘレス、まあ、フィリピンにいらっしゃる方からのご相談なんですけども、ウォーキングストリートでおすすめのお店はどこでしょうかってことですね。